女子 EHF チャンピオンズリーグは欧州ハンドボール連盟の主催で毎年9月から翌年の5月にかけて行われるクラブチームによる女子ハンドボールの大陸選手権である。男子の EHF チャンピオンズリーグに該当する。最多優勝はスパルタク・キエフの13回である。女子 CL は1961年にヨーロピアンチャンピオンズカップとして初めて実施。 1993-94シーズンから現行の方式となる。大会はシードを除く8チームによるノックアウト方式の予備予選を実施し、勝利チームがグループステージに進む。シード14チームを加えたグループステージでは4組に分かれて、ホームアウェイ方式で上位3チームがメインラウンド進出。メインラウンドも H&A 方式で上位4チームが、 準々決勝進出。準々決勝も H&A 方式で実施。2試合の合計得点でファイナル4進出となるが、同点の場合はアウェイゴールで決定するが、さらに同点の場合は延長戦を行う。それでも決着がつかない場合は7メートルスローコンテストで決着する。ファイナル4以降は、ブダペストスポーツアリーナでの一発勝負。ファイナル4導入以降の成績のみ。 ありがとうございます。